原鉄工所の笠原です。今日はトラクターの後ろにブロードキャスターをつけて肥料をまきます。アルミのはしごをトラックにくっつけて下ろします。当社はアルミのはしごも扱っております。遺跡の有機複合肥料をブロードキャスターに入れます。この肥料は動物タンパク質、鶏粉、骨粉を主体に成分をバランスよく配合した従来にない有機性の優れた製品です。窒素7、リン酸12、カリ6です。20キロです。こちらも当社で取り扱っております。肥料をブロードキャスターに入れています。粒状ですね。ちょっと大きめですか。大粒のペレットで。大粒のペレットです。匂いも少しします。田んぼに効きそうな匂いです。キャスターシャッター解除目メモリと散布用の一覧が書いてあります。今回の遺跡7265有機は大粒です。で、一旦に40キロ巻こうと思っています。で、ムラがないように20キロを2回で巻きたいと思います。1回の散布量が20キロなんで大粒で20キロ見ます。そうするとシャッターの解度が6です。これはシャッター解度で、このシャッター解度を、スタートするときには、6にセットして、時速6キロ PTO 540回転で、回します。で、このトラクターの場合はクリープが H、副変速が M、 主変速が3でやっていきます。かわいい動きをしています。かわいいですね。で、右側に見えるのがあぜ塗り機で塗ってあるあぜです。きれいにあぜが塗れてますね。あ、もうあっちの方まで肥料を散布しています。一気に機械で肥料がまけるのでとても楽です。できています。風でちょっと舞ってるかな。今日も風がだんだん強くなってきました。本当にすぐに終わります。全部で5分かかってないです。とても楽なのでおすすめです。